本日午前中の予定ですが、8時15分より役員会議、9時から外務省高官との朝食会、9時45分からロビーの記者会見、11時発の便でペリーを出発。13時からの新製品発表会でプレゼンテーションとなっております。プレゼンの資料を見せてくれ。こちらです。9時からの朝食会はキャンセル。トレーニングに変更。失礼。会見用に白のスーツを用意しておいてくれ。かしこまりました。株価はどうなっている？全場開始と同時にストップ高となっております。エクセレント。